ますか。星4キャラクター、星4武器縛りで挑戦しようと思います。はい。じゃあちょっとテロップオン。現在星4キャラ、星4武器縛り中です。星4キャラクターで、星4武器でクリアできたら、誰も文句言うまい。パーティー編成順番がぐちゃぐちゃやけど、これいい。バーバラー。あと一人誰だ、忍ぶ忍ぶ、ヒラ二人だっけこっち。あれヒラー2か。まあ、今回ベネットシャンにちょっと禁止で、禁止ってわけじゃないけど別に。北斗行く秋、ヨーヨ、ヒララ。これでクリアできたら誰にも文句言われまいよ。さあ、軽めにちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。え、モンさんの誘導とかわかんねえ。軽めにちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。激化起こしながら、開花して引っ張って、こう。おお、強い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 。スキル回しが何もわからん。吸引テスト開始。スキル回しがわからん、まあ、わからないけど、爆発は結構綺麗に回ってるな。うん、バーバラ連れてきたん正解やな。いいよいいよ、激化で火力出したけ。適当にクールタイムになってるスキルを使っていくだけ。はい、アビス死亡。おぼっと。ヨーヨー置いて、キララスキル、爆発、炭になるがいい。これ誘導こっちかな。前回の螺旋と一緒なら誘導こっち。見えない。どこ、私は誰。サイウルコ。うんうん、私が考えてる通りに動けている。さすがに一発初見クリアは無理だな。プライマル最初右に誘導、オッケーオッケー。まあまあ慣れや。ウェーグイ。最初スキル投げるとね、スクロースの爆発とかコレイの爆発って結構着弾地点がよくわからんことになるから、密着した状態で投げたい。ここあ、なんか変なとこ飛んだな。まあいいか。特に一番大事なのがコレイのスキルのクールタイムやな。これバーバラがメインじゃない、このパーティー。このパーティーバーバラメインだな。バーバラで一回つくクールタイムがよう。犬が動く前にスクロース爆発で固めちゃおう。ほう、元気出してよ。ここで合ってる。あー、こっちの方がいいか。超快か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 。プチ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 早い。お前が来ないから。じゃ昼遅くんの。うだなじゃないのよ。陰キャが。さあここ。ヒルチャールレンジャーが陰キャすぎるから来てほしい。来い。ちょっとお前水スライムポコポコしてんじゃないって。来い。あ、来た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 。ちゃうって。キララをフィッシュルにすべき。スクロースは正解、コレイも正解、シノブも正解。ここは変えなくていいのか。でフィッシュルやな。こっちの方が火力は上がるね。行ってみましょう。痛い。ちょ、ノックバックひどい。スタミナがない。スクロース爆発。でバーバラの水変化してくれ。水に変化しろよ。何も変化しなかった。こっちから。で、ヨーヨー投げて、フィッシュル置いて。フィッシュルどれぐらい火力出してる？で、フィッシュルの時間延長を草元素めっちゃばらまく。あ、壁張り付き。スライム出しよった。バーバラで水元素つけてから爆発。ああもう何がフフフフフフ。一番押したって。私なんでキャラクターチェン。はあ、みんなを守る。クールタイムは7秒。やば、腹立つ。
怖っ、近寄らんとこ。いや近く来てくれ頼む。はい、ゴミ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 、スライム出さなくていいね。こっち見ろ、こっち見ろ、出さねえね。スライム出さなくていいね。答え、何やっても無理だ。よく見てまたか、行くぞ。え、これ誰も分かってない感じ、キルチャールレンジャーの誘導。オーチャールはついてくるんだから、レンジャー一匹ずつ倒せばよろしい。これじゃ3分無理なんよね。バーバラじゃなくてキャンディス。クキシノブで通常攻撃で水、輪っかで雷で、これは切らさないようにしよう。通常攻撃のシノブで水元素つけてくる。いらっしゃい。不安定だな。慣れてないだけか。守るために戦わねば。ラグサのリン。あ、強い。強い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 。え、大回りからこういう形の陣形を敷く。そしたら向こうから来てくれる。こうか。精神と共にあった。こうか。こうしたら向こうから来てくれるか。まだまだ。最悪だ。棒立ちやん。ほんまに。上手くなってるな。中ボスの息抜きが効いてる。シルチャールレンジャーでムカついてからライデン棒を覚えてる。ここだ。遠慮しない。無力の誘導。誘導。いいね。良くなった。上手くなってるかもしれん。コメカはさせない。やべ、ヨーヨー変なとこでイエベ投げちゃった。まあいいか。よくはねえな。今からサイレンジャーリー装備するんだ君は。オッケー、あー間に合った。全然いいよいいよいいよ。あー、なんか上手くなってる気がする。はい、問題のシーン。殴って、え、お前すぐめっちゃすぐ来てくれた。ナイスナイスナイス。あ、走ってる走ってる走ってる。え、これでいいの？よく見ておけ。やっ、あ、全然ダメだ。走っててやもう、ある程度近づいたら。黒きつば。ヒルシャルレンジャー。あ、やっとまともな試合になるなこれで。頼むよこれ。あんま嫌い。パチョ。これは。私への侮辱。なに？でもこれ誘導云々の前ボボ。あ、来てる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 。え、こいつら2体。これが回避。はい、めっちゃあっさり来てくれた。なんで？あ、いけそうだな。誘導はいけるとしてシンプルパワー不足。超運ナショナルとかの方がいい気がするな。それなら透明化されたらしゃあないの精神で頑張ろ。ゆくわこうこう、うん、パルザン平蔵がいれば火力は十分のはずだから行ってみましょう。ものは試しやね。透明になる前にコア出るやん。そのコアを透明化される前に壊すとかいう本当にパワーがないと。じゃあ無理だな。星4縛りなら無理だな。ゆくわき、ほんまやべえわマジ。安全距離確認。いいよ、わちゃ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 。火力も出るし水元素もむっちゃつくし最高だなほんまに。水変化頼む。雷か、まあ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 。早いな。おとなしくしな。安全距離確認。いいよいいよ。式ユニット7号室踊ろう。嫌い、バッジョ。はやっ、はやっ。ベネット爆発スキル1回だけ押して、シャンリン、コウオ、ヴィランバジュー機、吸い込む、パンチ。ちょっと早かったか、パンチ。いや、強っ。パワーが違う。なんだこれ。師匠の技を食らいなさ。罪を認めろ。真理は。いけ、平蔵セロンパンチ。嘘だろ嘘だろ。全力攻撃。マジか、こんな違うんか。
やっぱズリマーベネット、まあでもまあまあまあ星音ではあるな。みんながそばに。ちょっと待って強すぎる。ここはエネルギー貯める余裕があるから、ういでもユクアキがいるから、あーまあアーマーまとまれてもまあそんな怖くはない。あーちょっと吸い込まれてくる。誰だそこに吸い込み置いたやつ。超拡散形態、私だよ。でえこいつらはマジで固めれれば勝つ、固められなければ負け。あなるほどね、オッケー吸い込め、吸引テスト開始、命にかけて吸い込め、無双の風動くべき、頼むよこれ。あーいいよいいよいいよ、ちょっと吸い込み方がイメージと違ったけど、コカ奥義サイ役払い7号式モジュール。あーめっちゃいい、いや今の形最高。これならどうだ、この剣はうわめちゃくちゃまんべんなく削れてる、最高か。真理は10万削られるな、削れるな。みんなは俺が後悔しても罪を認めろ。くらえ、うん、コースの早い。ヴィランバジュキ置いといて、戦火輪も置いといて、いい。あ結構ギリギリだな。熱々でしょ。燃えろ。霧を払って。ふん。つい。あいけそうでも。はあ。くらえ。ああダメか。しても遅いぞ。いや。むずい。むずい。今に見える。考えることが多い。の脳みその処理が。言い逃れはさせない。きつい。みんながそばに。お前にやろう。話が通じないなら。で現れた瞬間お前は死ぬ。パンチ。あもちろん俺らは抵抗するで、告知で爆発通常銃撃で印が一気に4つ溜まります。なるほど、拡散反応を起こせば1個溜まるもんね。銃撃を生かしていく感じね。知らんかったな、ありがとうございます。で平蔵は通常攻撃と銃撃と爆発で正論が溜まってパンチ。今に見ておれ。燃えろ。全力攻撃だ。いいよ。いいよ。いいよ。削れ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 。まあ、パシャパシャして、まあ、開花起こして、これ置いといて、吸い込んで分かっ、あなんかめっちゃ綺麗に入ってる。うん、いい感じいい感じ、だいぶいい、だいぶ吸い込む、だいぶ吸い込む、だいぶいい。邪魔をするな。こうなるはずじゃ。アビサルビシャップだ、そうだそうだ。後悔しても遅いぞ。燃えろ。ベネット爆発、シャンリン爆発、ゴーパー召喚。今に見てく。うぜ。パンチ。面倒だな。ちょパンチ。え、なんかいけるようないけないような。全力攻撃。熱々でしょ。話が通じないなら。こいつら崖に登ったりしないよな。オッケー、2体当たってる。やべ。雷だけめっちゃ削れてる。全力攻撃だ。わしに手を出すつもりか。なるほどね。正気じゃないね。正気じゃないね。正気じゃないよ。もう狂ってんだよこっちは。やめなよ。やめなよ。正気じゃないね。真理は動けね。ウォーパー火。燃えろ。え、もう12時。早くね。で銃撃当てて通常攻撃当てて溜めてパンチ。19万。より嫌だ。シャニーのテイクが危ない。で合体技をベネットの領域の中で受けよう。ん尻尾つけたし、あれミスったけどいいや。はい、24万。え、わかんない、平蔵の剣のことが。ナイスナイスナイス。削れー、アツアツでしょ。頑張れ、みんながそばにいてくれれば。ミスター傷なんて痛まない。プレイヤースキルが上がり続けてた最後の方で分かったのは、ちょっとベネットシャンリン強いわ。このパーティーやばいな。
パルザン、平蔵、ベネット、シャンリンが輝いてますね。強いね。全キャラクターらせんいけるわ。上手くなったし、敵の誘導とかも。どうもです。こんちゃちゃです。ねるめろと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。